もそこ潜ったことないやろ。タイヤヒラメが舞い踊り、コママジでめっちゃ綺麗よ。みんなでソンソン Take you to the amazing ミラクルゾーン。日の思いは深さ200メーター、グランプルも真っ青なんよ。だけどあんたとバディ組むこと考えたらドキドキ。My heart will go no beatI'm not afraid to die.
りたノート落書きしたけど、それは好きという意味なの。試験休み明けたら二人の答え合わせしてみたいな。まっすぐな思い
始めています。本当の笑顔は自然にこぼれるもの、そんなそんな私送ります。わずか
確か、クリスマスの特集は、この雑誌に載ってたと思うんやけど。あったあった！ロマンチックな夜を過ごしたいあなたに送るクリスマス大特集！そうそう、この記事が見たかったんや！さすが萌木のおっちゃん、いろいろ載ってるわ！何何？イブの夜は思いっきり豪華なディナーを、フランス料理フルコース？萌木の市の夜景を一望できる窓際で、72年産のワインを飲みながら？ってそんなお金あれへんちゅうねん！だいたいうちら未成年やからお酒飲まれへんやん！もう、気ぃ利かへんプランやな。パスパス！は、こっちは何やろ？ん？水着で濃札？なぎさでセクシーなクリスマス？何が悲しいって冬に水着で外歩かなあかんの？いくらうちが健康有料児やからって風邪ひくに決まってるやんか。これもパス。はぁ、あ。それにしても、去年の今頃はこんなことになるなんて考えもせえへんかったな。うちがクリスマスイブの夜にデートの真似事やなんて。なんか変な感じやわ。知り合った頃は面白いやつやなーって思ってただけやったのに、最近はあいつとやったらどこに行くのがいいかなーって考えてる時間も楽しなってきたもんな。って、ちょっと待って！これやったらうちがあいつのことめっちゃ好きみたいやん。思わず一人突っ込み入れてしもたわ。そうや、好きなんてそんなわけないやん。だってほら、高校生活最後のイブを一人寂しく過ごすのもかわいそうやから一緒にいたろかなーって。うん、そうや、これは事前事業や。一人でしょんぼりとクリスマスを迎えるあいつがハマりにもなんやから。うちは一人で何大騒ぎしてるんやろ。あ、これイブの夜にするクリスマスツリーの点灯式イベント。ええー、なー、きっと綺麗なんやろな。みんなで3、2、1ってカウントダウンして、ゼロになった瞬間にツリーに光がパーッとついて、それでうちの横にはツリーの輝きにびっくりして間抜けな顔しているあいつがいて、あかん、二人で出かけること考えるとにやけてしまう。うち好きなんかな、このドキドキは。好き。そうや、うちはあいつが好き。それでええやん。ふん、今決めた。隠すことなんてあれへん。誰かを好きになることは悪いことやないもん。好きやからデートを思い浮かべるだけで楽しいし、何より二人でいたいって思うんや。ふん。はあ、そうや、この気持ちが冷めへんうちにイブの日が空いてるかどうか電話で聞いとこう。はあ、ちょっと待って、その前に深呼吸や。あかん、めちゃドキドキしてきた。よし！あ、もしもし？うちやけど。緊張した。でもこれで第一段階はクリアや。もう後には引かれへんで、ちとせ。よーし。こうなったら、あいつがめっちゃ喜ぶようなイブにするんや。いろいろ計画練って、最高のイブにするで！あった。クリスマス特集のサイト。いろんなイベントがあるのね。
他にもクリスマスのイベントが載ってるサイトはあるかしら。お気に入りにいくつか情報サイトが登録されてたと思うんだけど。あ、これ。手術のこと、まだ伝えていない。12月24日。幸せな人にもそうでない人にも同じように聖なる夜はやってくる。私にも彼にも平等に。イブくらいは手術のことを忘れて幸せなひとときを過ごしたい。ううん、今年のイブだけじゃない。来年も、その次の年も、私はこれから何年先も彼と一緒に未来を歩んでいきたい。今年のイブを最後にしないためにも、手術を頑張らないと。もっと生きていたい。そう思いたいから、イブの夜を二人で過ごす。大好きな彼との未来のために、勇気を分けてもらうの。私ってダメね。手術は必ず成功させる。必ず成功するんだって、そう心に決めたのに。永遠を約束したいカップルに送るクリスマススポット。永遠を約束。どうぞ。そこのテーブルに置いてくださるかしら。え、ありがとう、バーヤ。あ、バーヤ、もうすぐクリスマスイブでしょ？今まで毎年バーヤと二人で教会へ礼拝を受けに行っていたけれど、今年は、違うの、今年は、そのね、私一人で行きたい心境なの。ごめんなさい。わがままを言ってしまって。あとこのことは、お父様とお母様には、秘密にしておいてくださいませんこと？ええ、お願いしますわ。クリスマスイブ。一年の中で、最も心清らかになれる夜。キャンドルの明かりの下で賛美歌を歌い、イエス・キリストの生誕を祝う聖なる夜。そんな夜に、バーヤに嘘をついてまで、二人で教会に行こうと思うなんて。私も、変わってしまったわね。でも、大切な日の前に、12月29日の全国高校演劇コンクールまでに、どうしてもありのままの私を知ってほしかったの。だってあの人は、とても大切なパートナーだから。そして、私にアドバイスを送り続け、時には励まして、私を女優として一回り大きくさせてくれた人だから。いいえ、お芝居のことだけじゃないわ。あの人は、他の人とは違う。私にとって、特別な存在。そう。誰よりも、大切な人。だから、聖なる夜にあの教会で、ありのままの私を、心を開いた私を見てほしい。今の私なら、あの大切な、クライマックスの王女のセリフを自信を持って言える。私は、
演技者としてはまだまだ未熟かもしれないわね。私の心の中にはもうあなたしかいないのです。たとえこの身が滅びようとも私の気持ちに変わりはありません。だって王女の気持ちと私の気持ちは同じだから。そう、このセリフに嘘はないのですもの。はい、ありがとうございます、お父さん。それでは失礼します。明日はクリスマスイブ。お父さんからフランス料理店の招待券を二人分いただいたけれど、どうしようかしら。セリカと二人でお食事というのも悪くはないけれど、セリカにはセリカの都合があるようだし、やっぱりあの方をお誘いしてみようかしら。合気道部の後輩からクリスマスイブはあの方と過ごすのですかと聞かれて、その場では曖昧にごまかしてしまったけれど、あれからクリスマスイブが特別な日のように思えてきて、その日のことを考えるだけで二人でイブを幸せそうに過ごす自分の姿が思い浮かんでくる。なんだかとても不思議な気持ち。私はきっとあの方のことが、でも私から誘ってはしたない女の子だなんて思われたりしたら、いいえ、私は逃げている。私はあの方と一緒にいたい。高校生活最後になるクリスマスイブを一緒に過ごしたい。今日お誘いしなければ高校最後のクリスマスを一緒に過ごすことはできない。そしてずっと後悔するかもしれない。勇気を出して誘ってみよう。私はあの方と、いいえ、彼と二人きりでいたい。そう、それが私の素直な気持ち、私の願いだもの。そう、大切な人、そばにいてほしい人、それはあなたです。あ、立花です。夜分遅く申し訳ありません。もうケーキなんて作るのやめちゃおうかな。だいたいどうして女の子はみんなクリスマスになると男の子のために手作りケーキを作ったりするんだろう。お店で売ってるケーキの方が味だっていいし見た目も綺麗なのにな。第一楽だもん。手作りするなんてそういうのっておかしいよね。でもそれだときっとダメなんだよね。あんまり喜んでくれないような気がする。他の女の子と同じように頑張ってケーキを作ったら喜んでくれると思うんだ。うわー、そう言ってる間に脂肪分と水分に分離しちゃった。やっぱりこんなの絶対できない。科学
の実験よりずーっと難しいよ。こうなったら、いっそ機械を使って作っちゃった方が。はあ、科学の実験。そうだ、ケーキ作りも実験だと思ってやればいいんだよね。他の女の子の真似じゃなくてもいいんだ。私のやり方で私だけのケーキを作ればいいんだから。どうしてそんな簡単なことに気がつかなかったんだろう。よーし、そうと決まったらやる気が出てきたぞ。頑張るもんね。この材料をさっき作ったクリームと30秒間ボールで攪拌するだ。ああ、これは薬品の調合みたいなものだね。それから生地をオーブンでふっくら加熱か。これはセラミックの熱処理と同じだね。熱を入れることによって化学反応させるなんて実験でよくやることだもん。そう考えてみるとケーキ作りって実験にすごく似てるかも。ちょっとだけ楽しくなってきちゃった。あとは飾り付けをして。できたー、リカオリジナルクリスマスケーキの完成。なかなか美味しそうにできたような気がする。二人っきりのクリスマスイブにオリジナルケーキ、喜んでくれるかな。喜んでくれるに決まってる。だって科学の知識をフル活用して作ったケーキなんだもん。ああ、早く喜ぶ顔が見たいな。あ、そうだ、今夜の実験はやめにして早く寝ちゃおう。そうしよう。目覚ましかけて、ちょっと、おやすみなさーい。胸がトクトクして眠れないよ。さっきから顔もほてってる気がするし。なんだろう、これ。心がオーバーフローを起こしちゃったみたいだよ。スポンジの生地をオーブンに入れて、スイッチオン。うまく焼き上がるといいな。次は生クリームと砂糖、それからバニラエッセンスを入れて、それを氷水に当てながらかき混ぜるっと。手作りのクリスマスケーキ、美味しいって言ってくれるといいんだけど。ちょっと行儀が悪いけど、クリームを味見しっちゃおう。上出来。次はイチゴをゼラチンでコーティングだね。あれ？ゼラチンと水の分量ってどうだったっけ？そうだ！お部屋にケーキ作りの本があったから、それを見ればいいよね。ケーキ作りの本は、あった！ゼラチンと水の分量は、なるほど。メモして分かった。お？クッキー、どうしたの？私の顔に何かついてる？あ、やだ！ほっぺにクリームが。きっと泡立てた時に飛んじゃったんだね。え？クリームのことじゃないの？今日はなんだか怖い顔してるけど、どうかしたのかな？あ、そっか。私、まだ行ってなかったもんね。明日ね、
彼がここに来るんだよ。それで二人でクリスマスイブを祝うの。ちょうど今明日二人で食べるケーキを作ってるんだ。どうしたの？そんなに興奮して。あ、そっか、喜んでくれてるんだね。そうだよね、彼のおかげで私はクッキーと一緒にいるんだもんね。うん、ありがとう。私頑張るよ。さ、それじゃあケーキの仕上げをしなくちゃ。明日のクリスマスイブ楽しみだね。いよいよ今日はクリスマスイブか。街はどこもかしこも緑と赤でいっぱい、賑やかだな。みんな家族や恋人と楽しく団らんを過ごすんだろうな。と、感傷に浸ってる場合じゃないや。急がなくっちゃ間に合わないな。ただいまっと。さてと、早速始めるか。サバイバルナイフ、念入りに研いでおいて正解だったな。ネギや水菜がザクザク切れるよ。イブの夜に誰かのためにすき焼きを作るなんて考えてみたこともなかった。自分で言うのもなんだけど、私らしくないよな。でもせっかく来てくれるんだから、それなりにもてなさなきゃいけないしな。二人きりのクリスマスイブなんだよな。何ニヤニヤしてるんだ私は。この部屋で二人で鍋を囲んでか。あいつの顔を思い浮かべると変な気分になってしまうな。何なんだろうこの感じ。私の手料理気に入ってくれるかな。自己流が過ぎる気もするしな。ちょっと不安だな。でも誰かのために料理を作るってのは案外楽しいものかもしれないな。幸せってこういうことを言うのかな。ってそういうのは私の柄じゃないよな。あ、割り下の準備忘れてたよ。本当は具を切る前に準備しておいた方がいいんだよな。割り下の素をさっき買ってきたはずなんだけど。あったあった。この割り下をお鍋になみなみと入れ、仕上げにあなたの愛情をたっぷり注いで。あ、愛情？そんなものを注げって言われても困るじゃないか。どうしたらいいんだ。参ったな。あ、寒い寒い。やっぱ冬の夜は冷えるな。それにしても今日はバイトが定時で終わったり、余ったケーキをもらえたり、ちょっとラッキーだったな。きっと神様が彼と一緒にクリスマスイブを過ごしなさいって言ってくれてるに違いないよ。うん。約束もなしに突然お邪魔して迷惑かもしれないけど、やっ
やっぱりクリスマスは大切な人と一緒にいたいもんね。びっくりしてくれたら嬉しいな。あ、そうだ。このケーキを見せればびっくりしてくれるよね。どんな顔して驚くだろう。楽しみ楽しみ。お揃いのお皿にケーキを乗せて、お揃いのフォークで食べて、二人揃って美味しいねって笑っちゃったりなんかして、はあ、でもお揃いのお皿とフォークがなかったらどうしよう。持ってくればよかったかな。でもお皿とフォーク持参だと用意周到すぎて変に思われそうだし。って何考えちゃってるんだろう私。大好きな人と二人きりでクリスマスイブなんて初めてだから、ちょっと緊張してるのかも。私らしくないな。なんだかドキドキしてきたよ。私とのクリスマスイブ、喜んでくれるかな。もし、何しに来たのとか言われちゃったらどうしよう。せっかくのイブを家族団らんで過ごしてるかもしれないし。はあ、他の女の子とって可能性もあるよね。彼の家が近づいてくるにつれて、なんだかマイナスなことばっかり頭に浮かんできちゃった。あと数十メートルのところにある家がすっごく遠くに感じる。初めて出前に来た時はこんなに遠く感じなかったのにな。はぁ、か、帰ろうかな。ダメダメ。今日の夜は絶対一緒にいたいんだもん。今日は一緒にって決めてたんだもん。弱音なんて吐いちゃダメだよね。いつもみたいに元気に笑ってなきゃ。私が笑顔じゃないと彼も心配するしね。せっかくのクリスマスイブなのにしょんぼりしてちゃ楽しくないもん。笑顔笑顔。なあ、最初の一言は何にしよう。お疲れーだと、いまいちクリスマスっぽくないよね。はい、やっぱり、メリークリスマースかなぁ。それとも、今暇って聞いた方がいいのかなぁ。来ちゃった。だと、なんだか厚かましいし。ここはやっぱり、私らしく元気よく、メリークリスマースっていうのが一番だよね。よーし。